ございます。すいません、すごい覗いてた今。いや、みんな挨拶してくれて。あ、本当ですか、うん。うん、これからこっちも満開になるともっと綺麗。これはピエール・ロンサールヘリテージでほのかっていうのがあって、うん、バラではないんですか。バラなんですか。うん、バラの、これはメイっていうバラ。あ、まだ咲いてないけど、あ、紫のはクレマチス。すごい、うちも冬に育てやすいっていう、あのスミレじゃなくてビオラ？ビオラ、うん、でもやっぱコストダメですか。うちのもう枯れちゃって、一回しなしなになっちゃって元気になってきたかなと思ったんですけど。まあ暑かったからね。うん、またちょっとすごい、でもすごい綺麗に咲いてるから。ああ、そうそう。枯れた花とか茎とか切って取ったりしてるの。まあ、もう6月で終わりだけど。あ、そうなんですね。丸くなってるから、これから、うん、やっぱなんか育てやすいのってありますか、おすすめで。おすすめ、あ、げ、ちょっとげ、あ、花壇か、花壇ね。あそこに何かちょっと、うん、本当はこの時期チューリップとか咲くといいなと思ってたけど、時期を逃して。あ、そうそうそう、秋ぐらいに休校で植えなきゃいけない、うん。玄関の前にちょっと来てくれる？学校で注意。こんにちは、笠ライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はこんな帽子で失礼。この縁台に座ってパンジーやビオラの枯れた花とか撮っています。こうやって枯れた葉っぱとかもちょっと撮ったりして長く楽しめています。まだね、すごくしっかりしてて抜いちゃうほどではないですね。まだとっても綺麗なので、せっかく植えたからね、6月最後まで綺麗に楽しみたいと思ってお世話をしています。こんな枯れた花は取ってしまいましょう。種になると株が弱るので、その前にね、これ花が終わってもう種になりかけている、こういうのは見つけ次第どんどん取っていきます。よく見てやってもね、こうやって種にしちゃうのもあるから、たまに徹底的にきれいにしないといけません。なんか植えた時の綺麗さでもうあと何もしないっていうと長持ちしないんだよね。結局もったいないじゃないですかね。だからとにかく植えてからのやっぱり手入れが花持ちも良くするし、なのでものすごくまめにこれはやっている作業です。綺麗なお花は園芸店に行けば見れるけど、意外とこういう世話とか知らない人がいたりしてびっくりしているところですけど、こういう枯れた花はみんな摘んでしまいましょう。まあ当たり前なんだけどね、なかなか新しく若い方で初めて植物を植える方とかは何も知らないみたいなので、ちょっとお伝えしてみました。
日常忙しいともう鼻先だけちょんちょんつまんでるので、そういった時に丁寧に茎の下から取るようにしてます。しゃがんでやるのが大変なので、この縁台に座ってやるのが私のお気に入りです。去年そのためにこの縁台を買ったようなものです。このぐらいのも花が終わってるので取ってしまいます。そうすると後が楽ですね。こういう黄色い葉っぱ、こういうのも取るようにしてます。枯れた葉っぱも。土のところにあんまり枯れた葉っぱがくっついてると、そこから病気になったりするので取ってしまいます。これももう終わりです。取ります。このぐらいで。虫がいた。潰しました。おお。バラが咲き始めたので、写してみます。ヘリテージがすごく綺麗に咲き始めました。ちょうど綺麗な時ですね。ほのかも開き始めて、かわいい。で、ここの道が通れなくなっちゃいましたね。こっちから行きます。バラが広がっちゃって。ピエール・ロンさん。これ挿し木なんですよ。何年経つかな。ほんとかわいいね。下向いちゃってるけど。この先のメイは遅咲きですね。切り花にしてたテンディベス。ゴーヤ、トマト、ゴーヤです。そしてこっち。力行こうか。この花たちが花たちも可愛いけど、ほらマリアカラス、
ちょっとね、強い光、日が当たるとチリチリしてきちゃうんだよね。綺麗に色が出ないかな。ねえ、赤って難しいね。満開です。一番早咲きのマリアカラスさん、もう数日後もいいね。きっとヘリテージフェンスから飛び出ちゃったな。クレマチス咲いたね。今年植えたやつかわいいな。バラとの相性がぴったりですね。メイはこれからですけど、ちょっとつぼみが開きかけ、これ咲いたら綺麗だろう。